ここにきっと、あれがあるのね。通報は、おっかないじいさんから2時25分に入ったっす。あ、なんだ。うわ。かわいそうにもこくんはショックで気絶していたっす。あ、なんか、これは悩ましいボディだね、これはね。ボディラインだぜ。被害者は身分証明書などを身につけていなかったっす。幸いすぐに身元が分かったので、捜査は順調だったっすが。なんで分かったんだろう。まこくんの身体検査で宝くじと毒薬の小瓶が発見されたっす。でもそれって気絶するのが不自然じゃない?他に現場からなくなったものは一切なかったっす。もし本当に盗んでるなら、絶対隠すよな、気絶なんてしないで。容疑者の確保、初動捜査にも問題ありませんな。本物と偽物の違いを見せる最後のチャンスだな。最後。最後の尋問になるかもしれねえ。楽しませてくれよ、弁護士くん。何よ。何よ。護道健二。なんで色がわからない描写が出てくるんだろう。何かの伏線なのかな。おっかないじいさん。というのは?なんでも事件があったレストランの常連らしいっす。あのじいさんだよな、やっぱり。通報を受けて警官が急いで飛んでいったっすが。遅いわと問い合わせつけられて、小言と豆を食らったっす。それちょっと現場を荒らした罪になるんじゃない?くっ、俺は歯で受け止めたかな。一緒に行ったの?一緒に行ったんだ。見たかった。見たかったな、飛んで行ったところ。食らったんだ。事件当時、店の客はその老人だけだった。もたもた公衆電話を探して通報が遅れたらしいぜ。え、本土坊は何してたの?かわいそうにもこくんはショックで気絶していたっす。盗んでたってことかな?どれぐらい意識を失っていたんですか?警官たちが現場に着いたのが2時40分頃。もこくんはキッチンですやすや寝ていたらしいっす。目が覚めるまでかれこれ10分はかかったっす。自分も現場にいたかったっす。そうだよね。顔が見れる機会なんて、ない、いくらもねえよ。確かに捜査したかっただろうな。え、まこくんの体を自分はその、まこくんの寝顔に見とれていたかったっす。なかなか、なかなかね、奥手でうぶな男だよ。ロマンティックな世界はあんただけのものさ。そうだぞ。俺たちが知りたいのは捜査のことだぜ。護道健二優しいよな、なんか。ちょっぴり赤面しちゃったっす。被害者は身分証明書などを身につけていなかった。それは盗まれたという意味ですか?そういうわけでもないっす。被害者の岡拓穂は免許証もパスポートも持っておらず、財布には58円しか入っていなかった?え?なんで ?58 円?なのにコーヒーを飲んだの?わずかながら自分が勝ったっす。嘆かわしい若者ですな。アウトロー気取り、それもまた若さってやつさ。わかります。なんか引っかかるね。なんで?ん?なんでお金を全く持ってないんだ?ちょっと待ってください。お、またバカなこと言っちまったっすか、自分は。証人はついさっきこう証言していますよね。被害者は身分証明書を持っていなかったと。言っちまったっす。それならば、どうしてすぐに被害者の身元が分かったんですか?なんで?なんだ、そんなことっすか。え?露骨にがっかりされた。被害者のテーブルの上には、あ、宝くじと、これなんて読むんだっけ。見ない、みたいな。普通に薬袋でいいのかな。あったっす。岡田君はトレビアンに現れる前に、医者に行っていたらしいぜ。おぉ。薬を処方した医者のカルテから、被害者の名前が分かったっす。薬の袋とか全然聞いてなかったけど。問題ないようですな。どうしよう。保険証について。いや、薬の袋、何の薬が入っていたんですか?持病ですか?それが、薬袋の中には何も入っていなかった。え?空っぽだったっす。おかしくない?空っぽの薬袋か。え?医者で処方された。袋の中は空っぽ。ん?おかしくない?護道健二これ。
空っぽの手がかりをもらって満足したかい。空っぽということが分かった。それでその後捜査はどうなったんだ。でか。どでか。しかし、被告人は気絶していたんですよね。それならば、誰かが被告人のポケットに証拠品入れたのかもしれません。おお、それっす。いただきっす。それいただき。自分もそういうことがよくあるっす。え、大丈夫？この間も忘年会で盛り上がって家に帰ってきたら、なぜか課長の靴を履いていたっす。あ、異議されてるよ。くだらねえことを言ってると、課長の靴食わせるぜ。え、誰かが被告人のポケットに証拠品を入れた？ごたくはいらねえ。それを立証する証拠だしな。それはないよな。あれば出してるよ。証拠はないようですね。だって気絶してる方がおかしいじゃん。あれ？ 5,000 万円の当たりくじと毒薬の小瓶ですか？そうっす。おかしいですね。確かもう一枚宝くじが盗まれたはずでは。ああ、店長が盗んだあれっすか。100円当たったらしいっす。ラッキーの男っすね。女だよ。お咎めはなしみたいだな。心は女の子なのかな。まあ、100円ポッチでもね。金額の問題なのかな。この証言が崩せなければほぼ判決は決まりだ。決まりは通さない。でも糸の子さん嘘を言ってないみたいだよ。これじゃあ矛盾しようがないじゃない。確かにそれはそうだけど、糸の子デカとまこちゃんは無類のうっかりコンビだ。何かを見落としてるかもしれない。その可能性を信じよう。お願い！いつも以上にゆっくりしてて、糸の子さん！2時25分。こういうのは関係ない。でも、死亡推定時刻。なんかこれもちょっと気になるけどね。もっと前に死んでた可能性は？ 2時25分。なんかちょっと幅がありすぎる。現場の状況。被害者とマコの指紋が付着。発見。小さなポケットと大きなシミ。ショックで気絶していた。身分証などを身につけてなかった。これもう一個保険証のこと聞いてみるかな。保険証のことも聞こうかしら。ちょっと待ってください。ちょっとすいません。もう一回がっかりさせてすいません。あれ？あ、もうダメです。あれ？もうダメ？他に現場からなくなったものは一切なかったっす。これ、もしかしてここで新聞出していいのでは？現場から、でも、なくなってるって言うのかな？あれって。店の中にはあるんだけど。あ、ダメか。新聞、あれ？仕事誌出してないよね、私。新聞じゃない。慎重に発言しよう。失敗したみたいだから。え、ここ、財布の下りって入ってる？ここに。え、ちょっと待ってよ。あれ？財布の証言を付け加えてくださいよ。え、別におかしくないのかな？ちょっと待って。苦戦。あれ？待って、薬の下り、もう一回聞こう。薬の袋はどこで見つかったんだっけ？バカなこと言っちまったっすか？なんだっけ？なんだっけ？なんだっけ？宝くじと薬袋があったっす。あれ？じゃあ違うな。薬を処方した医者のカルテから、あれ？薬がなくなってるんじゃないの？ちょっといろいろ突きつけすぎたんだけどなぁ。どうしよう。おー、意義あり。糸の子でか、お望み通り叩きつけてあげましょう。ちょっとした矛盾を。ちょっとしてる。ついに来たっす。ちょっぴり胸がワクワクするっすね。ドキが胸。現場から消えたものはない。あなたはそう証言しました。しかし被害者の薬袋は空っぽだったそうですね。
現場から被害者の薬は見つかったんですか？いや、それはなかったっす。でも途中で落としたかもしんないよね。被害者は現場に来る前に医者から薬をもらってる。薬袋が空っぽのはずがありません。かっこいいっす。かっこいいか。かっこいいって。確かに、前回の裁判では被害者の薬など審議されませんでした。証人、あなたはなぜいつもこうなんですか？いつも以上にうっかりしてたっす。よかった、うっかりしてて。被害者は毒薬によって殺害された。そして被害者の薬が消えてしまっている。その消えた薬が毒薬だったのかもしれません。医者が犯人？静粛に、いかがですか、護道検事。く、とだけ言っておこうか。何よ何よ、何ですか？薬袋に書かれている医者の名前。え？よく読んでみな。医者の名前？え？医者の名前？ニューイヤー耳鼻科クリニック。耳鼻科？あ、なんだ、あのクリニックかと思った。耳鼻科か。被害者は一体何の病気で？病気というのは違うぜ。苦い生理品ってやつだな。生理品？岡田顔は、事件の前日誰かと喧嘩したらしい。え、それ重要じゃない？ちょっと、ちょっと。その際横っ面をビンとされて、鼓膜が破れちまった？え？ますますおかしい。鼓膜？じゃあ処方された薬というのは？耳の中に垂らす外用薬さ。飲み薬じゃねえぜ。な、なんですって？え、でも今のおかしくない？いろいろと。解剖記録の所見に小さく書いてあるぜ。被害者の左耳からその薬が検出されたってな。確かに、これまたちっちゃく書いてありますな。え、ちょっとプレイヤーには読めないよ。どうやら岡田顔はトレビアンでその薬を使用したらしい。ということは、間違って飲んだってのもありえねえ。あ、もしかしてその薬か？キッチンにあったのって。どうやらこの薬は事件とは無関係のようですな。でもなんか変な証言が出てきたよ。なるほどくん。ここで認めちゃったら終わっちゃうよ、裁判。確かに。下手な異議は許されない。どうする？追及！するぜ。先ほど護道検事はこう発言しました。岡田君はトレビアンであの薬を使用した。それならばなぜ薬は消えたのか。確かに、それも気になりますね。しかしその薬は耳に使う外用薬ですぞ。現場から消えたという事実は変わりません。少しでも疑問が残る限り、弁護側は審理を求めます。そんな薬に意味がないことはあんたもわかってるだろうぜ。医者が出した薬に青酸カリが入ってるはずがねえ。わかんないでしょうが。ウェイトレスが運んだコーヒーにも青酸カリが入ってるはずはない。でも実際には入っていた。可能性は変わりません。なんか、あれだな。ディベート思い出すな。もう結構です。護道検事、検察側を用意した表人はこの刑事だけなんですか？え？嘘？今日、糸の子でかだけ？あ、あの、自分が今朝連れてきた証人がいるっす。え？あ、やべえ。五十嵐翔平来るじゃん。五十嵐翔平か、鳩に餌をやっていた。わかりました。小さな薬が消えたのは些細なことです。しかし、前回の裁判でその問題は一切触れられなかった。それが私には気になります。私、気になります。やってよ、なるほどくん。左耳が聞こえなかったんじゃ、ラジオ。おかしいよな。どういうことなの？検察が新しい証人の準備をしておくように。どうやら、残りの6杯で決着をつけるしかねえようだな。今11杯も飲んでた。休憩に入ります。入ります。どういうことなんだろうな。いや、危なかったね。死ぬかと思った。それはこっちのセリフっす。私のセリフだよ。じゃあミトコンのセリフでもある。実際ちょっと死んでたかも。いや、てか薬の下りちょっとよくわかんなかったから死んでたかも。ゲームオーバーになってた可能性はある。下手したらここにいる4人みんな死んでたみたいっすね。そうっすね。糸の子先輩ひどいっす。裏切り者っす。え？私を助けてくれるって言ってたのに、思いっきり首を絞められたっす。
あ、でも仕方ないんじゃないかな。ジョノコさんもほら、仕事だし。鈴木、嘘と裏切りには慣れてるっす。でも、今回のは腹に一発ズンときたっす。もう嫌いっす。顔も見たくないっす。まずい。かわいそうな糸の子でか。もう望みはない。次の職人ってあのおじさんだよね。五十嵐さんね。制服と豆が大好きな。きっと手強いと思わす。しっかりしたおじさんっすから。しっかりした?頑固そうだしね。大丈夫、なるほどくん。迷いちゃんが千尋さんになってくれれば。しっかり受け止めてやるさ。あの豆をこの顔面で。そうだ。顔面がボコボコになるまで受け止めよう。五道賢治は、歯で受け止めた後どうしたんだろう。食ったんかな、やっぱり。この豆、うまいぜ。コーヒーに合う。米田コーヒー。それでは審理を再開しましょう。五道賢治、次の章にお願いします。コーヒーを飲みながら、ショーを楽しんでラッキーな老人。ラッキー老人、入廷させてやってくれねえか、とっざ。持ってきてるよ。何者だ、あんた。手前、五十嵐翔平と申す者、生まれも育ちも下町でござえます。義理と人情、にゃーしと熱い、けれどもちょっぴり涙もろい。いやいや、それはいいから職業を聞かせてください。仕事!いいか若いの。この不景気で、紋付きが売れると思うか。紋付き?わしは職人なのだ。和服に家紋を書いておる。紋章上絵師という下町情緒あふれる家業を営んでおる。わあ、職人さんだよ。下町っ子だね。一丁私も書いてもらおうかな。いいんじゃない?それに。ま、本職がさっぱりなのでな。最近はハンバーガー屋のレジで無理やり笑顔を浮かべておる始末。いいじゃん。マックのクルー。キッチンに引っ込んでろよ。証人、あなたは事件当日現場のレストランにいましたね。さよ、豆食ってコーヒー飲んでましたな。豆?やっぱり米田コーヒーじゃねえか。こいつですわい。はあ。じいさん、あんた、見たんだろ、あの日。よくぞ聞いてくださった。その通りわしは見た。そいつは話してみな。聞いてやるぜ。聞いてもらいたい。あらよっと、どうか心して聞いてもらいたい。元気なじいさんだな。五道賢治に話聞いてもらいたい。聞いてもらいたいようにやっぱり香水買うべきだったな。その客はスポーツ新聞を読んでおった。うん。女給さんが香水を運んできたのだが、中に何か入れたのだ。あれ?ちょっと待って、この後ろ姿。あれじゃね?あの女の子じゃない?いやでも髪型が、客がその香水を飲んだ瞬間、いきなり苦しみそして倒れた。受給さんの正体こそ、被告席の婦女子、よーく覚えておる。でも顔は見てないって言ってた。受給はよくありません。ウェイトレスさんですな。そうだそうだ。かー、嘆かわしい。あんたみたいなじいさんまで西洋かぶれか。西洋。わしに言わせれば、トイレは便所、ティッシュはあくまでちり紙。はあ、便所は私も言う。皆々様方、もっと自分の国の言葉を大切にせにいかんですぞ。老害おじさんじゃん。ではそういうことで尋問お願いします。はあ、ほわ。なんかさっきの写真?後ろ姿は黒髪の女の子っぽかったけどな。被害者の岡高尾を見ていたわけですか。まあ気になっちゃおった。黄昏山の全焼の行方は、関心があったのは被害者のスポーツ新聞か。あのレストラン、テーブルの間に仕切りが立っていますよね。どこの席にいたの?それがなんだ?被害者が見えたということは、おじさんは、被害者の向かい側のテーブルにいたわけですか?かあ、わしはコーヒーを飲むためにレストランに行っておる。テーブルに座るためではない。そんなの覚えてないわ。え?ウェイトレスさんを見に行ってるくせに。覚えてないの?女給さんがコーヒーを運んできたんだが、中に何か入れたのだ。これおかしいわ。本当に、まこちゃんだったのかしら。間違いありませんか?この翔平、すっとこちょいでもおっちょこどっこいでもない。はあ。白くなってしっかりしとる、両目とも、かだ。両とかではない。いつの時代に測ったんだ、その白く。名医者の時代じゃないか?女給さんが甲子園に入れたものもちゃんと見とるわ。ちょっと嫌な予感がしないでもないな。いい、まあ、揺さぶろうよ。裁判長、
コーヒーに入れたものとは一体何だったのか、証言に付け加えてください。そうですね。承認お願いできますかな。あれやった。ペタ。白い粉を見せつけるかのように?白い粉?小麦粉かもしれない。本当にそんなもの入れたんですか?大友さん、茶色の小瓶からサラサラとな。気を利かせて砂糖入れたのかも。砂糖はあんな茶色の小瓶に入れるか。しかし、あんな小瓶とはどんな小瓶ですかな?くっ、こんな小瓶じゃねえかい。おい来た、そんな小瓶ですわ。これは生産狩りの小瓶ですか。被告人が何を入れたか、もう疑問の余地はねえぜ。飲んだ瞬間。一口飲んだだけで。全く、もったいないことをする若造だ。980円のコーヒーだぞ。全部飲んでコーヒーの皿まで食ってから死ね。むちゃ言ってるな。被害者は即死か。生産狩りが無理はね。いきなりこう、パタッと倒れて動かなくなりましたと。わしの腹の中のコーヒーも急に酸っぱくなりましたわい。わかるぜ、その気持ち。わかるんだ。それで、そのウェイトレスですが、やはり。いや、違うんじゃねえの?よく覚えているということは、そのウェイトレスさん、何か特徴があったんですね?まったく、こっぱずかしい格好しよって。はい?太ももに、そのなんだ。丸出しじゃないか。どうなんだこら。いやい。特徴って制服じゃないですか。そんなもの僕にだって着られる。なるほどくん、それはちょっと。それはちょっと。落ち着いていこう、なるほどくん。あ、ダメられてしまった。か、もちろん他にも特徴はあったともさ。余裕たっぷりだな。いや、ここに、あるはずだぜ。あなたはウェイトレスを見ているのかもしれません。しかし、重要なのはそれが被告人だったかどうかです。確かにそうですな。あなたが言うウェイトレスの特徴、証言に加えていただけますかな?あらよっと。髪を湯がいたリボン。それに、前掛けの紐がほどけておった。ん?前掛けの紐?前掛けの紐?どういうこと?写真、まこちゃんが倒れてるあのエッチな写真がないよ。これ?エプロン。紐がなくない?っていうか、特徴、紐をなんか特徴として見るんであれば、このシミがついてるの特徴として言いそうなものだな。言いそうなものだな。細かいところまで覚えているようですが、肝心の顔は?かあ、そんなもん決まっとろうが、わしは、え?この証人はエプロンの紐まで見てるんだ。顔だって間違いねえだろうさ。ちなみにリボンは赤でしたな。この通り観察力に問題はねえぜ。ウェイトレスをはっきり覚えてるのは間違いない。どうしよう、少し気になることがあるような。背中のことばっかり、紐のことばっかり。紐じゃない？証人は紐ばっかり見てますね。なんだと?リボンやらエプロンの紐やら、どうしてですか?どうしてと言われても、ほどきたいんだろう。世の中変な好みのやつがいる。口出しはヤバだぜ。くぅ、なんでも受容してくれる。護道賢治。人を紐マニアみたいに言わないでもらいたい。紐好きであることに何か問題があるんですか?ちょっと気になっただけです。なんでそこまで紐好きなのか。だからわしは紐好きなんかじゃないんだ。まあいいでしょう。紐以外の証言もお願いします。豆のおじさん、まこちゃんも経験してるのかな?それはウェイトレスを見に行ってるわけだからな。でもウェイトレスさんの制服が目当てなんでしょう?そういえばそうだったな。お、あたし今いいこと言ったんじゃない。五十嵐さんが見たウェイトレスが本当にまこちゃんだったか、確かめる必要があるよね。後ろ姿のことも聞いておこうかしら。見せつけるかのように。いきなり苦しみ。髪を湯がいたリボン。まあ、エプロンだと思うけどね。紐。リボンは赤。あなたの言う特徴、背中から見たものばかりですね。背中?もしかしてあなたは、
そのウェイトレスを前からは見ていないのでは？あ、前掛けの紐ってそっか。前で結ぶわけじゃないか、前掛けの紐って。やばい、私が持ってるエプロン前でギュッと結ぶからなんか、前の方にリボンが来るんだと思ってた。人物の特徴を聞かれたら普通は顔のことを言うはず。うんうん。しかしこの証人と来たら、背中の紐に赤いリボンです。もう待てい、人は変人みたいに言うな。どう転んでも変態になる。ちゃんと見ているに決まったろうが。証言に加えていただきましょう。あなたが見たウェイトレスの前から見た特徴。あらよっと。なんか増える一方だよ、豆のおじさんの証言。ほんとだね。まだまだ増えるぞ。なんだろう。あ、ほんとですか？それで顔ははっきり見たんですか？大友さん、ここまで来て引き下がっちゃう男がスタるってもんだ。そういう問題じゃ。なんか意地になってるね、豆のおじさん。ほんとにまこちゃんの顔見てるのかな？立証するしかないか。ウェイトレスを前からきちんと見てない。これは見てないわね。これは、エプね。エプの論ね。これだ。おかしい！異議あり！日暮さん、こいつを見てください。かー、貴様に似合いのババッチーエプロンだな。飯を食った後の孫の顔を思い出すわ。孫いるのか。見覚えはありますか？あるわけがない。そんな派手な前掛け一度見たの忘れるもんか。この大田家が、にやり、パク。その豆、パク。甘い。甘すぎるぜ、じいさん。この豆、なんだ？この、大田家はあんただと言わんばかりの空気は。五十嵐さん、このエプロンは、事件当日被告人がつけていたものなんですよ。え？あなたの言う通りなんです。こんな派手なエプロン忘れるわけがない。もし本当にそれを見ていたのならば、あ、つまり、あなたはウェイトレスの背中しか見ていなかったのです。これ参った。参ったね。こら、証人。笑って許される年じゃありませんぞ。そうだぞ。どうやら、この裁判もやっと本物らしくなってきたぜ。お、何杯目だ、それは。いいか、丸ほど。ここに一つの事実がある。事件当時、レストランにはウェイトレスは一人だけだった。それが被告人の鈴木真子さんというわけですか。その通りだぜ。そのたった一人のウェイトレスが毒を入れたその瞬間を、このじいさんははっきり見ているのさ。いや、いいですかな、証人。被告人の運命はあなたの記憶にかかっています。はっきり覚えてることだけ正確に喋ってくれ。任せなさい大将、わしのおつむを現役ですわい。ハンバーガー屋でも客の注文間違えたことなど記憶がない。記憶がない時点ですでに問題があるような。チャンネル登録よろしくお願いしまーす。わーわー。チャンネル登録よろしくお願いします。にーそー。